今日はカップ戦の模様をお届けします。実況は私西岡明彦です。熱い戦いを期待しましょう。今日はサンフレッチェ広島対鹿島アントラーズのカードです。サンフレッチェは上位の成績を残すことが多いチームでしたが、カップ戦の決勝戦に連敗していたのは残念でしたね。たまたまだと思いますが、余分なプレッシャーがかかっていたのかもしれません。ボールを奪いました。さあどう組み立てるか。プレーが軽いですね。素晴らしいポジショニングと視野の広さでボールをカットしました。ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。味方につなぐこともできます。考えるまでもありませんでした。攻撃は失敗し相手ボールです。これはいいところにいました。ナイスインターセプト。選手たちは今頃気合が入っている頃でしょう。ええ、もちろんですよ。味方はいるか。安定したボールさばきです。まだまだ持ち込みます。長い距離のドリブルでしたが相手に奪われています。プレー、これはいい位置でのフリーキックです。何をやってくるでしょうか。今のファールにカードの判定。レフェリーはよく見ていましたね。中の選手に合わせてくると思いましたが、ここは直接狙いました。相手の意表を突くシュートだったかもしれませんが、点にはなりませんでした。イルカイトモヤ、チャンスになります。清水光平、ボールが狙われています。サイドを変えました。綺麗に上がった。キーパーがボールをキャッチしました。遠藤康志、ゴールキーパーがボールを抑えた。シュートは入るか。決まった。ゴール。素晴らしいゴールをもう一度ご覧ください。飛んだコースが良かったですね。あれはキーパーもノーチャンスです。別の角度からご覧ください。
ハイネリ。このボールは重要です。ボールをカット、ポジション取りがうまかったですね。清水康平、通った、いい形になる。打ってきた、しまったという様子を見せてますね。今の場面ですとそう思ってしまいますよね。犬飼智也、さあどうだ。遠藤康志、すごいクロスだ。攻撃の手には渡りません。いいパスだ。シュートするもこれは決まりません。残念そうにしています。惜しいチャンスでしたね。取りました。すぐ攻めに出たい。ハイネリ、中盤でボールをカットしました。このクロスを決められるか。ボールを入れます。早いですね。ここは押し出します。犬飼智也、レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは1対0。ゲームはハーフタイムに移ります。前半が終了しましたが、福西さんいかがでしたか。トーナメント独特の面白い展開で、後半はサンフレッチェ広島のキックオフで始まります。ハンドを取られました。今のは仕方ないですね。犬飼智也、誰も見ていなかったですね。前方に運びました。遠藤康志、広島の攻撃です。中を確認したい。このクロスはディフェンスが処理します。スムーズにパスを通します。ゴール前に絶妙なクロスを出しましたが、これはディフェンダーが読んでいました。
ボールを運びゴールに襲いかかります。一度キーパーに戻しますね。スローインでのリスタートとなります。さあフレッシュな選手が入ります。清水光平、佐々木翔、鹿島アントラーズのスローイン。遠藤康、佐々木翔、遠藤康、ミッドフィールドでボールを取りました。タックルを受けています。必死にボールを奪い返しました。攻撃に移りたい。ボールを中盤で奪いました。遠藤康、いいタイミングでカットしました。少しは楽になりましたね。組み立ては良かったんですが、相手ボールになります。清水光平、味方はいるか。これはクロスがよくありません。ディフェンダーがインターセプト。これはうまいインターセプト。攻撃を断ち切りました。同点です。このゴールで試合は同点となります。ゴール、素晴らしいヘディングですね。あのポジションに。入った時点で勝負ありといった感じでしょう。大胆な変更をするようです。町田浩樹、ここのエリアは注目ポイントになりそうです。最高のクロス、大きく蹴り出されます。判定はコーナーです。この交代で流れを呼び寄せることができるでしょうか。前に出しました。シュートだ。このシュートを弾いた。ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。ここはうまく取りました。よく見えてましたね。ディフェンスラインの裏を狙いましたが、ここは出し手との呼吸が合いません。三沢健人、
丁寧にパスをつなぎます。決めに来た土井翔真。試合はまだまだ動きません。ハイデン、試合は終盤、このフリーキックは大事にしたい。パスを2人で交換します。いいところにクロスが入りましたが、ちょっと読まれていましたね。いいタックルだ。ボールをキープしました。このシュートはどうだ。ゴールだ。入った。この時間にドラマが鳴っていました。このゴールが試合を決めるかもしれません。待ちに待ったゴールが生まれました。別のアングルからご覧ください。このゴールで勝負の行方は決まったと言えるでしょうか。そうですね。これはちょっともうなさそうですね。フリーキックのチャンスは無駄にしたくないですね。試合は終盤です。審判の手にはカード、警告、イエローです。今のは仕方ないですね。攻撃を止めようとしています。遠藤康志、合わせられるか。見事なクロス。これは面白い。ここでホイッスル。鹿島アントラーズが見事な勝利を挙げました。ホイッスルが鳴って試合終了です。チームはファーストレグを無事勝利で終えました。福西さん、これで一歩リードといったところでしょうか。そうですね。これで次は守りを重視する戦略も取れますから、かなり有利になりました。セカンドレグへ向け大きな一勝になりましたね。本日ご覧いただくのは J リーグ J1 の試合です。実況は西岡明彦、解説は福西崇史さんです。今日はよろしくお願いします。アントラーズといえばブラジルとの関わりが強い印象があります。ジーコが印象的ですが、このチームは他にも数々のセレソンが加わっています。
中谷慎之介。稲垣翔。ここはレフリーが笛を吹きました。カードは出ないようですね。素晴らしいヘディングです。ヘッドから得点が生まれました。パワーがある選手ですね。コースも最高でした。試合時間は前半4分、早くも先制点です。町田浩樹。レオシルバ。ここを起点にできるか。泉龍司。レオシルバ。決まるか。キーパー弾く。前に出しましたが気を抜けません。リプレイをご覧ください。ディフェンスは助かりましたね。レオシルバ。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。うまくつないでいましたがここでボールを失いました。ここはシュートチャンス。入りました。試合は同点となります。ディフェンダーはついていたものの個人技で競り勝ちました。お見事です。この角度からも見ましょう。丸山雄一。ここで攻守が入れ替わります。レオシルバ。ボールをカット。ポジション取りがうまかったですね。これはもったいない。ボールを失いました。気は抜けない展開です。町田浩樹。ボールを取りに来ました。最高のボールが出た。キーパー反応した。信じられません。止めた。これはコーナーキックでしょうか。ここは押し出します。さあどうだ。三沢健斗。ここで失うのはまずい。シュートを狙う。シュートコースは枠の外でした。レオシルバ。美しいクロスだ。ボールを大きく押し出します。鹿島アントラーズのスローインです。レオシルバ。最高のクロス。
ディフェンスは冷静にボールを大きくクリアします。コーナーキックを奪いました。勝ち越し点もどのように狙うのでしょうか。コーナーからのやり直しです。前に出しました。振り抜いた。これはポストの外。惜しいシュートでした。稲垣翔、このパスは鮮やか。果敢に仕掛けてボールを奪いました。パスをつないできましたが、ここで奪われました。三沢健斗、ゴールキーパーがうまく前に出ました。ボールを失った。狙ってきた。このシュートはキーパーがファインセーブ。タッチを割ってスローイン。急いで入れます。足を止めませんね。マテウス、綺麗に上がった。ポストですか。非常に惜しいシュートでした。レオシルバ、急いでリスタート。はい、稲垣翔、ボールはどちらにこぼれるか。さあ、スタジアムのテンションが上がります。攻撃がここで止まりました。相手ボールです。合わせられるか。スコアは1対1。ここでハーフタイムを迎えます。同点でハーフタイムを迎えますが、ワンサイドゲームになっていた可能性もありますよね。福西さん、そうですね。ゴールチャンスは圧倒的に多かったんですが、キーパーの後半は名古屋グランパスのキックオフで始まります。スルーパス、これはつながりません。素晴らしいクロスだ。三沢健斗、稲垣翔、主審はファールを取ります。ここを起点にできるか。稲垣翔、いいカットです。一旦攻撃を防ぎます。鹿島アントラーズのスローイン。三沢健斗、
ボールは再び外に出て、もう一度スローインです。泉龍司、三沢健斗、攻守の切り替えが大事です。ここはシュートチャンス。シュートコースにディフェンスの選手が詰めていました。コーナーキックのピンチです。セットプレーでの失点は避けたいと思いますが、守りきれるでしょうか。監督の指示を受けてピッチに交代選手が投入されます。ここで大きく前に出します。このパスはカットされます。丸山雄一、レオシルバがパスをカットする。グランパスが攻めに出ます。サイドチェンジしました。これはいいところにいました。ナイスインターセプト。味方はいるか。このクロスはあっさりディフェンダーに渡りました。マテウス、フィールドの中盤でボールを奪いました。シュートは入るか。1点リードを狙いましたが、ここはゴールを奪えません。フレッシュな選手の投入です。大幅な変更は吉と出るか凶と出るのでしょうか。稲垣翔、パスを戻します。パスをつないできましたが、ここで奪われました。あそこはやらせたくないですね。土井翔馬、ゴールだ。試合を動かす一撃が決まった。ゴール、素晴らしいヘディングですね。あのポジションに入った時点で勝負ありといった感じでしょう。違うアングルから見てみましょう。稲垣翔、マテウス、ボールをダッシュ、寄せが早い。相手に渡ります。鹿島アントラーズのスローインです。選手の交代があるようです。泉龍司、ここは大きなチャンスです。何としても生かしたい。
サポーターも湧いて、ゴールチャンス、チャンスと思った瞬間のオフサイド、これは惜しい。町田浩樹しっかりと読んでましたね。ボールを奪いました。見事なクロス、これはスローインになります。キーパーがっちりとキャッチ。泉雄二、鹿島アントラーズのスローイン。すごいクロスだ。ディフェンスが勝ちました。ボールはキーパーの手の中へ。宮原和也、ボールが中盤でカットされました。ここでタイムアップのホイッスル、試合終了です。
面白いカードをお届けすることになりました。皆さんこんにちは、実況の西岡明彦です。今日解説にお迎えするのは福西崇史さんです。よろしくお願いします。どんな試合になるのか楽しみですね。今日はヴィッセル神戸対鹿島アントラーズのカードです。戦う前からなかなか盛り上がってますね。サポーターからも勝ちた気持ちが伝わってきます。初瀬亮、レオシルバ、泉龍司、うまくつないでいましたがここでボールを失いました。ちょっと難しいか、ボールを失いました。見事なタックルです。鹿島アントラーズのスローインです。ボールをカット、ポジション取りがうまかったですね。三沢健人、泉龍司、ボールを返します。つまらないミスでボールを失いました。ぶつかり合っています。ボールを取った、どこへ出すのでしょうか。山口蛍、初瀬亮、攻撃に移りたい。ここでシュート、このボールはゴールキーパーが止めました。泉龍司、レオシルバ、初瀬亮、武藤義則、大迫勇也、ここにいるのはボージャン、三沢健人、イニエスタ、これはいいところにいました。ナイスインターセプト、決まるか。打ってきましたが大きく外れてしまっています。山口蛍、ボールを失った。町田浩樹、危険な位置です。緊張感が増してきます。レオシルバ、この選手がボージャンです。泉龍司、三沢健人、鹿島アントラーズのスローイン、犬飼智也、
攻守の切り替えが大事です。大迫勇也、このパスはダメでした。通りません。ここはシュートチャンス、ゴール！鹿島アントラーズ決めました。チャンスボールをしっかりとゴールしました。あの位置からはしっかりと決めてきますね。素晴らしい読みでした。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。ついにゴールが入りました。はい、この後にどんなカードを切ってくるか注目しましょう。泉雄二、オフサイドです。ボージャンです。ミサオケント、ボージャンのテクニック炸裂。ここにいますイニエスタ。ボージャンが絡んできました。イニエスタが絡みます。ボールを運びゴールに襲いかかります。前半が終了しました。スコアは1対0、1点のリードでハーフタイムを迎えます。ハーフタイムですが、両チームに差はほとんどありませんね。福西さん、どちらも素晴らしいサッカーをしていると思います。同点ではありませんが、まだ試合はどちらのものとも言えません。後半開始です。前半同様熱い戦いを期待します。フラッグが上がっています。オフサイド。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。ここは簡単にボールを渡してしまった。大迫勇也、イニエスタ、ボールを奪った。いいタックルでした。このシュートはどうだ。前に出しましたが気を抜けません。レオシルバ、武藤義則、ここはうまくボールを取りました。山口蛍、このボールはスローイン。サブの選手がピッチに向かいます。山口蛍、サイドから攻撃でしょうか。初瀬亮、
ディフェンスをかわした。すごいクロスだ。このパスはつながらない。体を当てて取る。奪った。大迫勇也、酒井豪徳、さすがはアンドレス・イニエスタの察知能力。狙いたい。弾きました。入るか。三沢健斗、組み立ては良かったんですが相手ボールになります。初瀬亮、レオシルバ、これは残念、ボールを手放してしまいました。パスをつないできましたがここで奪われました。イニエスタが絡みます。山口蛍、鹿島アントラーズのスローインです。さあ動いてきました。流れを引き寄せたい。レオシルバ、パスを2人で交換します。決めに来た。キーパー弾く。今度はしっかりとキャッチ。ここはうまく取りました。よく見えてましたね。山口蛍、初瀬亮、さあスタジアムのテンションが上がります。主審はファールを取ります。フォワードを変えてフレッシュな選手に前から追わせるのかと思いましたが、と前線も増やしてきました。意図がちょっと分かりませんが、下がりすぎるのを嫌ったのかもしれません。新しいフォーメーションに注目しましょう。初瀬亮、すぐにパスを返しました。このボールは重要です。前線の選手の投入です。何が何でもという姿勢が出てますね。大迫勇也、イニエスタ、このボールは通しません。サイドをえぐって中を見る。さあどうだ。この試合はまだまだ分かりません。一人選手がピッチに倒れています。
肉離れでしょうか。プレーオンです。アドバンテージを見ているようです。ここにはイニエスタがいました。先ほどのタックルの痛みがまだありそうですね。酒井豪徳、スムーズにパスを通します。このヘディングはキーパーが止めました。非常に安定感がありますね。これ以上ないクロス。ディフェンスは冷静にボールを大きくクリアします。先ほどからの運動、ここでタイムアップのホイッスル。試合終了です。